はい、隠居5年目速稼塾の久保でございます。今回はですね、麻生財務大臣のネタでも特別定額給付金のネタでもないんですけども、東京都知事選のことをねちょっと振り返ってみようかなと思うんですよ。注目はね、私的には山本太郎さんが都民にお金を配って皆さんの暮らしを下支えするぞって形で、始まったんですけども、まあでもね、山本太郎さんのそのいわゆるばらまきなのか、まあ、国民の暮らしを守るっていうね、都民の暮らしを守るっていう政策はなぜかね、都民に支持されずに、より過酷でより無慈悲な小池都知事に圧倒的な支持が集まって、小池都知事が、まあ、またね当選してしまったということなんですよ。で、問題はここではありません。小池都知事ね、都知事を続けてるのに退職金が出てるんですよ、3000万も、まあ、ですので都民にはものすごくね苦労を押し付けておいて、そしてさらに東京都の長年培った貯金は全部使い果たした上に、その中で身を切る改革って言ってるね、小池都知事自身が3000万の退職金をもらって、しかも退職せずに留任してるわけなんですよ。これ東京都民の皆さんは本当によろしいんでしょうかね。いや、私はね、羨ましい職業だなと思いますよ。はっきり言って大したこともせずね、ただテレビでベラベラと喋ってでかいマスクしながら、あれでね、こういうふうなお金を都民から踏んだくっているというね、この構図何なんでしょうかと、女版麻生太郎を感じずにはいられないかなと思うんですけど、皆さんの感想いかがでしょうか。それではね、ここからは一緒にまたね、いつものように記事を読んでムラムラっとしたいと思いますんで怒りをね煽ってもしょうがないんですけども、そうじゃないですよ、こういう事実があるってことを私はね、皆さんと一緒に、まあ、考えていきたいなと思って動画を上げさせてもらってますんでね、そちらの方にちょっと行ってみましょうか。じゃあ記事の方、日刊現代です、どうぞ。はい、記事の方に入りました。これタイトル読みますね。コロナ禍の最中に小池都知事は退職金3500万円を得ていた。3500万ですよ皆さん。東京都の中には自粛要請に素直に従って倒産した店とかね、もう死を選んでしまった方とか散々いてですね、それこそ阿鼻叫喚地獄杖だったわけですよ。で、それをまあそういうふうな、ね、状況にしてしまった小池都知事は、まあなんていうんですかね、悠々とした暮らしを送りながらね、で3500万円を懐にゲット。これはタイトルに書いてますけども、これぞ新型コロナ禍のどさくさ紛れだろうっていうふうに書いてますよね。この小池都知事の写真もすごくね、嫌われそうないやらしい写真わざわざ使ってますよね。これはちょっとね、かなりの作為を感じて、これはちょっとやりすぎなんじゃないかなと思いますけども、私別に小池都知事には恨みがあるわけじゃないんですけども、ただね、一つの、自治体を指揮するものとしてはこれはあまりにもないなと思います。ただ東京都市都民がね選んでますんで、東京都の皆さんはこれで良かったんですよね。小池都知事にお金が集まって皆さんは苦しい暮らし、これを望んだってことですよね。まあね、私の知り合いの YouTuber さんにはね、生活保護 YouTuber さんみたいなのもいらっしゃったりとか、生活困窮っていうのもあるんですけども、東京に住んでいてね、なんでこういうふうになっちゃうのかなと思うんですよ。だからまさにリーダーが自分の私腹を肥やすために東京都民を奴隷化してるのかね、それともきちんとした公平で都民の安全を守るために身を切る改革をしたのかっていうところが現れてるんではないですかね。ここに書いてますけども、8月中にもうお金が振り込まれたそうです。新型コロナの第2波が東京を襲っていた最中、小池都知事はぬけぬけと懐を温めていたわけだ。退職金は正当な権利とはいえ、小池都知事の行政は都民感情として納得が得られるのか、甚だ疑問である。でもまあ、山本太郎さんのように都民のことを考えている人よりも自分のことを考えている東京都知事を選んだわけですから、これはもう私が外部からねとやかく言うことではないかなと思いますよね。まあ、小池都知事が羨ましいっていうのはね、まあ変わらないですけどね。はい、次ですね、次のページです。2ページか。はい、小池都知事は当時身を切る姿勢を自ら示すとどっかの大臣みたいなこと言ってますね。全くね、気が合うでしょうねきっとね。報酬給与の削減を始めるのは簡単だが、元に戻すのは至難の業である。別に元に戻さなくていいですよ、報酬は減らしたままでも全然構いませんよ。小池知事は報酬復元の機会を新型コロナの感染拡大により失ったまま都知事選を迎えた。小池都知事の選挙広報には都知事給与の 50% カットの継続と記載されていた。括弧書きでご丁寧にも全国最低給与と自己 PR をするのは忘れ。いや、私は給料を減らしてますよって言ってね、片っぽではね3500万もらってるというね。だがよく読めばどこにも
退職金全額返納とは書いてない。報酬カットはするものの退職金は満額頂戴しますよと言ってるに等しい。これ記事のセンスもありますね、結構ね。報酬半額というパフォーマンスで小池知事が失った報酬は4年間で、5792万円だが、1期目の退職金3494万円を得ることで約6割分取り戻す。つうかもういいですよ、ここはここはもういい、もういい。いかがですか、東京都知事ってなんかね、奥の単位で給料が振り込まれて、その裏では東京都民は住処を追われてね、商売を潰されて悲惨な暮らし、首くくったりとか、本当に現実に起きてます、こういうのが。東京都で本当に、まあね、感染をされて苦しんでらっしゃる方がいる中で、都知事はね、どういう責任感を持っているのかなってことですよね。まあこれ本当にね、もう一回言いますけども、麻生太郎さんが女性となってね、活躍していたらこんな感じだったんではないかなというところで、まあ無理やりね、麻生さんと関連付けてみましたけども、皆さんはどのようにお感じだったでしょうか。まあすごいですね。あ、そうだ、この動画の後に麻生さんのね、うな重の動画以前アップしましたけども、あれをつなげときますんで、まあちょっと復習がてらにね、ご覧いただければと思います。ではお口直しにどうぞ。では切り替えます。下々の皆さん、こんにちは、というふうな下りで始まったのは、麻生財務大臣のね、ある選挙演説中の言葉です。選挙カーの上から下々の皆さんっていうふうにね、呼びかけたことがあったそうですよ。私ちょっと知らなかったんですけどね、まあ、ちょっと今回ね、そういう記事があるのをちょっと見かけましてね、しかもその記事の中にいろいろ私が知りたかったことが書いてあるんですよ。これは単なる個人的な嫉妬心からなんですけども、高級料亭に行ったりね、ついにね、あのうな重がどこでその15万の、うなぎを食べたのかも書いてました。いや、これね、これ読みたかったんですよ。記事を提供してくださった方、ありがとうございます。日刊現代だったかな、これ、日刊現代ですね。まあどうもね、 URL 送っていただきまして、いやね、どこのうなぎ屋が15万もするんだろう、10万もするんだろうと思ってたんですよ。私ね、ちょっとね、これね、いただいた特別定額給付金で行ってみようかなと思うんですけども、今度ね、第2次定額給付金がもらえたら、いや、これね、麻生財務大臣の食べていた一食10万15万のうなぎを食べてみたいなね、食べてみたみたいな YouTuber らしい企画をちょっとやってやろうかなと思うんですけどね。じゃあ今日の本題です。日刊現代の記事から麻生財務大臣のもう豊満なね、お小遣い使いっぷり、もうね、気前がいいですよ。麻生財務大臣の隣にいたらおこぼれもらえるかもしれないですね。まあでもね、全然こぼれてこないのが、麻生財務大臣と同じこの日本に住んでいて、特別定額給付金10万5万、そのね、5万10万を絞るわけですよ。どういうことなんでしょうね、麻生財務大臣はね、10万ぐらいパッパと使えよみたいなね、そんな雰囲気でやってますけども、全然国民には反映されてませんね。どういうことなんでしょうね。ということで、皆さんの麻生財務大臣への怒りを、怒りと嫉妬心と、なんかわかんないですけども、いろんな感情をね、ボーンと吹き上げるための今回は動画になっております。まあ、あれですね、決して冷静には見ないでくださいという、そんな前置きで始めさせていただきます。それでは行ってみましょう。いつものように記事を切り替えて読んでいきましょう。それではチェンジ。はい、これがね、例の記事でございます。日刊現代からなんですけども、これタイトルからしてもうおかしいでしょ。給付金に文句ばっかりつける麻生財務大臣、10万円を超える飲食代、73回の異常な金銭感覚。1回の会計で10万円超えるっていう経験、皆さんしたことあります？盆や正月が一緒に来てもこの金額なかなか超えないっていうのが庶民感覚ではないかなと思うんですよ。当然ね、上級国民ですから庶民感覚なんてないでしょ。お金に困っていることは少ない、貯金は減ると思ったらとんでもない、その分だけ貯金は増えたとか言ってますよね。麻生さんね、やっぱりね、分かってないんですよ、お金がどうなるのか。貯金は減ると思ったらとんでもない、その分だけ貯金が増えたっていうのは麻生さんの見通しが甘いってことなんですよ。これはね、お金に困ってることは少ないっていうのも、これも全然違います。麻生さんは全然経済が見立てられてない、国民経済分かってないってことなんですよ。いやー、財務大臣がこれで詰まっちゃうんですからね、誰がこんな人にやらしたんだって形ですよね。新型コロナ対策として全国民に配られた10万円の定額給付金について麻生財務大臣がこう文句を垂れ批判を招いている。当たり前で批判ばっかりしか出ないんですよね。給付金が消費に回らなかったことは不満な麻生氏は、
なんで配った金を使わねえんだと言わんばかり。10万じゃねえ、使うっていう金額じゃないですよ。逆にね、私たちからいくら税金ぶんだぐってるんですか。こう5万とか10万なんて単なる税金のお釣りでしかないですよね。小銭ですよ、本当に。だから経済効果出したいんだったら、この一桁、ね、100万とか200万配って初めてばらまきっていうんじゃないかなと思うんですよね。SNS では国民を舐めてるのかなど怒りの声が噴出。SNS だけじゃないですよ。事務所の方にも舐めてるのかって電話いっぱいかかってると思いますよ。ね。言ってるでしょ。舐めてるでしょ。ね。下々の皆さんっていうぐらいですから舐めてるんですよね。で、生まれながらのセレブ、麻生氏にとって10万はちょい飲み代しかないというね。で、ここからですよ。政治資金の使途を見ると、金銭額の異常さがよくわかると。このね、組織活動費ってのがあるんですけども、この会合の名目のうち、1回で10万円を超える支出はなんと73回。食事代だけで金額は合計2075万ですよ。いや、これね、私たちがね、10年がかりで使うお金じゃないですか、これ。ひどいですね。それでここなんですよ、私が知りたかったのは。例えば2月14日に東京銀座の有名寿司店、すき家橋二郎に26万。1回の会計ですよ。7月11日は、赤坂の高級うなぎ店、重箱に約15万円を支出。高級クラブへの数十万単位の支出も目立つ。ねえ、すごいですね。だから、麻生財務大臣の行きつけの店は、不況知らずってことなんでしょうね。いやー、ご立派。で、コロナ禍で、明日の生活にも困ってる人もいる。10万円程度は焼け石水です。本当に焼け石水ですよ。国はこの程度しか支援してくれないと感じる方が多いでしょう。私もそう思ってますよ。でね、こんな金額でね、ただ消費に回せってのは乱暴なんですよ。消費に回したら消費の分だけ税金がまたね、消費税かかってくるわけじゃないですか。だから消費税をね、なくすぐらいの、その程度のことはやらないと、何にもできないのと、あとはね、これ以上に死人が出てしまいますよ。麻生財務大臣が10万円のなんか重箱、なんかこんなうなぎ食べてる間に何人死んでると思ったんだよ。これは。ね、皆さん怒りの声上げてくださいね。ここです。かつて選挙演説で、下々の皆さんと方言した麻生氏が、要職に就き続ける限り国民は救われない。いいこと書いてますね。これが全てですよ。もうね、怒りを通り越して、怒りしか出てこないと。通り越してないですね。言うことは他にないですね、今回は。はい、いかがだったでしょうか。麻生財務大臣のお金の使いっぷり、気持ちがいいですね。いつか私の会社にも、なんか使いに来てください。10万、20万、ポンポンとね。それこそ1ヶ月で2000万ぐらい、うちの会社に使っていただくと、ありがたいなと思いますね。まあ、今日はそのぐらいにしておきましょうか。皆さんからの怒りのコメント、本当にたくさんいただきました。まるで私が怒られているような感じがしましたけどもね、麻生財務大臣に怒りをぶつけてください。それでは、今日も官邸にメール、麻生財務大臣に電話、財務大臣の事務所ですか。それから、菅総理の事務所にもお電話。これ、日課にしていかないといけないですね。それでは、いってらっしゃい。